ね、今回は蓬莱運極作ろうと思います。で今蓬莱が、まあ、これだけ101人蓬莱いるんですよね。ほら蓬莱一面何の自慢にもならない運極じゃないんで。で今あの高校2年生蓬莱とあと、まあ、冬込み蓬莱とあと夏服蓬莱が、まあ、これ全部ラックマックスになってるんで、あとこの入学式前蓬莱が98体いるから、まあ、これらあと1回周回して1体ゲットしてくれればこの高校3年生受験シーズン真っ只中蓬莱が完成するんで、まあ、蓬莱の全パターンコンプみたいな。なんでそのラストランを今回やろうと思います。編成はこれね、初めての蓬莱ダメオなし攻略したパーティーからデュラハンを抜いて今まで一度も使ったことのないヨーコクラマ、これ使います。いや当時持ってなかったからね、多分持ってたらこれ使ってたんだろうけど、いや持ってないから一度も使ったことないで、他の実況者さん誰かこの使ってみた動画出してないかなと思ったけど誰も出してなかったんで、ちょっと自分の目でこの当時ぶっ壊れだった、まあ、それから 2,3 年経ったからあれだけど、まあ、これが今どれぐらい強いのかちょっと見定めていこうと思います。でこれで、はい、で本当だったらこの枠デュラハンだけどまあ今回はいいでしょ別に、多分これを参考にして参考になりましたっていう人今いないだろうねきっと。はい。でリボンも昔と比べて情報修正されたんで SS が確か4ターン全体的に縮められてステータスもアップしたんだったっけ。うわ弱え、重力バリア今だと超え、ターン浴びだったら超え GB 持ってこいみたいなとこあるからね。はい、でこれ倒します。でクラマも当時はめちゃくちゃこれぶっ壊れって言われてたんですよね。当時のなんだろう、2ホールレベルでもう必須級みたいな、いやそんな感じのこと言われてたね、これ。だから、あの、例えば、今で例えばコラボで2ホール級が来たみたいな、そんな感じで持ってなかったらやばいよ級だったんですけど、いやー、引けなかったんですよね。第1弾、第2弾、両方来ても。これだけ引けてないんですね。他は全部コンプしてるんですけど、サブ端末。サブ端末とかもでも全部使って、結局引けなかったね。だから当時みんなが、いやー、おじぎそう強えみたいな、スクランブルレーザーやばすぎみたいな動画出してても、もう指加えて、見てたね。まあ当時実況者じゃないから別にあれだったけど、だから多分今もそんな人いるんだろうねきっと。自分が2ホールやばすぎみたいな、アリアで2ホール強すぎみたいな動画出してもキーみたいな、そんな編成組めねえみたいな、そんな感じのこと思ってる人今きっとどこかにいるんだろうね。でこれでいやもう蓬莱は思い出ばっかだからね。初降臨、いやこれだけこれだけやってて初降臨どうだったんですかみたいな話多分したことないと思うけど、初降臨勝ててないねいや初めて蓬莱降臨した時はもうボロボロに負けたね。ボス1が確か限界だったかな。これはんえちょっと待って、んこれ、あいやこれでいけるか。とりあえず2体倒せればそれでいいもんね。はい、でこれで2体倒します。でこれで倒します。はい、でこれで倒します。初降臨勝ててないからねいや確かでも当時の蓬莱はいろんな実況者さんも結構勝てた方がすごいレベルで難しいクエストだった。まあ今で例えるなら新伊達政宗級の難易度をなんか持ってたみたいな感じだから、あれね、まあ、勝った人はすごいみたいな感じですごいもてはやされてたような記憶ある。で自分初日の編成何でやってたかっていうと、なんだっけ、コルセアの神化と、あとなんだっけ、コルセアの神化、ギガマンティスの進化、自強化じゃないよ、メテオの方ね。あっちと、あとなんだったっけな、確か諸葛亮と、もうコルセア神化みたいな、そんな感じの編成で確か頑張ってたような気がする。で、なんでかっていうと、もう当時確か諸子なんて、いや、あったっけレベルだから、もう、ギガマンティスの、いや、絶対神化の方が強いじゃんって思いながらも、もう進化使わざるを得ないみたいな。でそんな感じだったね。これで、はい。なんで、もう、いけてボス1だったかな。でも、今だと何回勝てそうな気がするな、それでも頑張ったら。で、これは4P そこだから、まあ、これ、縦勘でいきます。はい。あれ、これ、しまった、入らない。しまった、超雑にしてるけど、まあいいでしょ。で、これで、ああ、でも、うわー、これ、いや、ダメだ、横勘多分無理、こんだけ弱いもん、秀吉。いや、あれだ、重心化した後のともかく、今だと、これ、絶対無理ね。これ、いきます。はい。なんで、でも、実況者も勝てなかったから、いや、これは勝てなくてセーフだな、みたいな。いや、マジで、ミョルニル。ミョルニルなんて持ってなかったもんね。いや、実況者さんも、ミョルニル刺さるなんて言ってる人いなかった気がするな。多分みんな言ってても、なんか刺さったら怖いね。ただ引いときますみたいな。水爆絶近いんでみたいな感じで、
確か動画出してたぐらいだったと思うんですよね。だからまあ自分は無課金勢なんで、はっはっは、そんなの引いて外れたらオーブの無駄じゃん、へへみたいなことも言いながら見てたけど、いや刺さっちゃったらもう、キーみたいな、引いときゃよかったみたいな。で、当時は確か1月2日に、蓬莱降臨だったんで、もうオーブもないからね。あの、当時なんだっけ、あの時。ガブリエルじゃなくて、あれ、マナだっけ、この蓬莱出てきた時の新春限定で。だから、まあ、全く使えねえみたいな、そんな感じで思ってたね。で、これでいきます。で、その後に確かヘングレが出てきて、いや、ヘングレ絶対引かなきゃやばいじゃんみたいな感じで引いたね。で、これで、どうだろう。おお、弱え弱え、うわ、パール弱え。これ、重心化だったらワンパンできてる感で。で、これで、あと、ダメオナシ攻略どうやって気づいたかって話、したことありましたっけ？まあ、いいや、言ったことあった人はもう一回聞いてください。で、確かね、当時、もうこれ普通に無課金で、誰にも YouTube に動画出してる時代じゃないけど、周回は頑張ってた時期だから、ちゃんと、その、負けた動画でも一戦一戦、ちゃんと、録画してたんですよね。で、見直してたら、負け、もう一戦ボロ負けしまくった後に見てたら、気づいたんですよね。あれ？なんかダメを出てる時と出ない時の差があるねみたいな。この差はなんだみたいな。で、他の実況者さん見ても、なんかそんな感じのあって、で、よくよく調べてみたら、なんかプヨ倒した時に復活したら出てないねみたいな。なんかそんな感じで気づいたね。で、それ気づいたのが、確か2降臨目から3降臨目の間だったから、2降臨目はヘングレ使ってヘングレ強いみたいなことして遊んでただからね。で、3降臨目で気づいて、3降臨目で確か成功させて、これが蓬莱ダメオナシ攻略ドヤみたいな、そんな感じで確か動画出したね。それが初投稿。まあもう赤バンされたから残ってないけどいやね、これ今ね、多分知らない人、絶対知らない人が多いと思うんですけど、あ、ちょっと待って、これあれなら抜けると大変なことになる。知らない人の方が多いと思うんですけど、この今のこのガミくんアカウント、これ3代目なんですよねいや、初代と2代目は運営さんにバンされちゃったからないんですよね。知らない人の方が絶対多いでしょ。ここで初耳みたいな人が多い気がする。はい。いや、なんでなんだろうね。ちょっと X フラッグさんにもしなんか会うことあったら聞いてみたいわ。なんで赤バンしたんですかって。で、これで、うわー、どうしよう、これ。そうよね。まあ、どうしよう。一体一体倒すか。はい。で、これで倒していきます。はい。で、確かね、初代は、どうだったっけな。初代は、まあ、普通に、このダメオナシ攻略、初攻略の動画出して、その後消されたね。で、理由は自分なりに調べた感覚だと、なんかね、YouTube さん当時は AI もポンコツだから、なんかね、ちょっと待って、はい。AI もポンコツだから、あ、どうしたんだ。AI もポンコツだから、なんか、一定期間過ぎた後に急激に伸びた動画は怪しいみたいな謎判定をなんかしてたらしいんですよね。だから、初めて、この動画出した時、当たり前だけど登録者0人だから誰も見ないじゃないですか。だから当たり前だけど伸びなかったんですよね。ただその後に誰かが反応して伸びたのかな、誰が反応したかわかんないけど、なんかある時期から急に伸び出して、で最終的には20万再生ぐらい確かいったのかな。でそれが運営さんの謎 AI にこいつ怪しいな判定されて赤バンされたみたいな、おそらくその流れね。まあちょっとこれは、X フラグさんに呼ばれたら多分本当はどうなんですかってちょっと聞きたいね。で、これで倒します。で、2代目は、もう、いや、全くわかんないね。確か投稿始めて、何ヶ月 ?2、3ヶ月ぐらいしたら、急に赤バンされたね。で、これで、おー。いや、強くね？未だ現役。いや、普通に使えるかも。で、これで、はい、縦勘で削ります。はい、はい。うわ、弱え！いや、重心化してから出直してこい。はい。で、これでいきます。で、今これが3代目なんですけど、いや、もうね、当時は3代目バンされたらもう二度とやんねえって思いながらやってたね。だから、ある意味奇跡ね。もう次またバンされてたら、もう、今ここに動画投稿してないからね。だからこれはもう運営さんに感謝ね。X フラグさんに感謝だわ。これで、はい。あ、で。危ねえ。で、これでいきます。
いやでも、いやこれがみんなの見てる景色、いつもだったら艦隊で使ってみただから、もう浦島残した陣でひえみたいな、霧やばすぎみたいな感じのこといつも言ってるけど、もう今回は毎ターン5000しか食らないからね、雑魚すぎ。いや10ターン即死まで電線切り余裕で耐えきれるレベル。いやーこれがみんなの見てる景色なのね。はい、これで、はい、倒します。特に SS もなんか必要ないね。いやこれだったら当時初降臨からなんかこの使用してたらもう天下取れたかもしれないね、蓬莱の。いや皆さんが蓬莱でダメをキャラ使って、確かね当時はどういう風になんか解説してる人が多かったっけな、あの下のプヨラスゲって右下左下入って浦島倒してバハムートも全部倒して、でそこからのあの反射で反射からの脱出、その辺考えたら時間ないよみたいな、そんな感じで言ってる人も多かったから、下の不要雑魚はなんか割と無視しても大丈夫ですよみたいな解説してる人多かったけど、いやもうこれを当時出せたらいやこれを当時出せたら多分天下取れてたね、 YouTube の。はい、これ入ります。おお、おやべえ、これはね、やばくない、これはお辞儀層の本領見せられないかもしれない。ちょっとこれゲージ飛んでたら戻ってきます。やべえやべえやべえ、これはまずい、これはまずい。なんでクリア、ほらクリティカルの悪いとこ出てんじゃん、これゲージ飛んでたら戻せない。わあ、もうほらやばい、やめますやめますやめます。ここでリボンの SS 使って開幕お辞儀層 SS 使おうと思います。いやさすがにちょっと待って、これフラグじゃないよ、クリティカル弱点クリティカルで多分ワンパンとかで、まあさすがにそこまで都合のいいこと起きないでしょ。はいね、いや怒ったらどうしようかと思って、最近なんかそんな変な動画ばやるからね。で、まあ、これのおかげですごい楽になりました。でこれで、いや当時ぶっ壊れだった今の、当時ぶっ壊れだったお辞儀層の今の強さがわかるね。どれぐらいの数字か知らない。いやでも横間で上がっていくか、横間で上がっていって、横間で上がっていって、いやちょっとこれあれだな、怖いな。プヨ倒せるかな。片方ぐらいのプヨはちょっと倒しときたい気もするから、うわーこう打つか、こう打って、で右側じゃない左側のプヨも同時に倒せたらラッキーみたいな、ちょっとそういう打ち方でいきます。はい、半端な攻撃は逆効果だ。さあでこれで加速して、おっそおっそいやこれで、弱こんな弱いの、どうしよう。とりあえずこれ左側行かないといけないもんね。うわーこんな弱いのか、すいません、やっちゃった。しかもそしたら、まあ、これで浦島行きます。はい、でランダ張り付きは、次でいいや、次でいやここで上挟まるか、ここで上でランダで、いやさすがにちょっと待って、これ昔倒せたけど今この鍛えてないクソザコバーアルバティでなんとかなるかな、ね、これもし倒せなかったらまた戻ってきます。いや頼む、さすがにいけるでしょ。おー危ねー。よし、これで当時は、まあ、陽線ループヒット、まあ、ブロック下がってないとダメですよみたいなのあったけど、いやパールバティはブロック上がっててもできるもんね。だからその辺のやっぱ大きなさ、あのもう格の差の違いがすごいあるから。そしたらこれは、まあ、とりあえずこれ倒すか。はい、でこれ倒して回復しておきます。もうパールバティの番回ってきたら勝ちだもんね。でこれでいきます。いや当時これでも安定周回させてた人もいたんじゃないかな。別にお辞儀層なんか大して言っちゃうだけど、お辞儀層もめちゃくちゃ弱かったもんね。はい、でこれで、はい、まあ、これはしょうがない。であと横間で下がっていって、まあ、両方倒してなんとかなります。でループヒットで終わりみたいな。いやこれが当時の、いや3年前であってたっけ、3年前の蓬莱ダメオなし攻略の勝ち方ね。これはいい、はい、いやでも、いやこれだけ時間かかっても HP も満タンレベル。いやみんなの見てる景色、これ言ったかな。みんなの見てる景色との今の自分の違いね。これで、あとはどこに弱点来てもまあ大丈夫でしょう。はい。おっ、これでもあと横間で、はい。はい。で、ギュッとにして、はい。おぉ。おぉ。まあクリティカル出なくてももう勝ち確だったから、まあいいでしょ。よし、これで、いや、蓬莱運極完成ね。いや、もうこれで周回することなくなっちゃった。あ、ちなみに周回はコンプレックスカンダでやってたんで、どうだろう。はい、まあ1体出たら終わりだもんね。もうこれで、はいはい。でもそう、いや入学式前も1体持っておきたかったね。じゃあ蓬莱混ぜていこうと思います。はい、でこれで102体になってるんで、まあちょっと神化する必要あるけど、とりあえずこれで、はい、進化させます。これでとりあえず1年間経ったね。はい、高校生2年生になりました。じゃあこれで神化して、
あれやっちゃった。どうしよう。あ、いや、これは、あ、そうだ。これで確か神回以降できるんじゃなかったっけ、素材なくても。ちょっと待って、これで、ちょっと待って、それ確認しよう。はい。できるよね、多分。ん？あ、できねえ。もう、うわ、ちょっと待って、これ、いや、こっちもできないの。お、できる。よし、じゃセーラームーン経由で、いや、これなんとかなる。危ねえ。いや、取りに行くという一手間をかけるとかだった。そしたらこれ進化。セーラームーンできねえ。あれ、セーラームーンってできないんだっけ？え？あれ？セーラームーンってできないの？ちょっと待って。あれ？セーラームーンできるよね、これ。あれ？できるよね。ちょっと待って。やべ、こんなところでぐだってる場合じゃないんですけど。これとりあえず紙化します。で、これを移行させるために、はい。はい、マックスにします。ちょっと待って、こんな変な時間使いたくないんだけど。いや、頼むよ、これで。これでできなかったら、またカットして取りに行く手間を取らなきゃいけない。頼む。で、これで、はい、神化解放。オッケー。いや、そんな、いらない。で、これで、はい。で、はい。で、これで、はい。これで、はい。だから、まあ、夏の格好で、高校1年生の、あれじゃ、違うわ。え、夏？まあ、高校、あれね、入学式から、まあ、夏のこの格好、夏服を経て、まあ、高校2年生のちょっとしたチャレンジを経て、まあ、受験シーズンに入りましたよと。はい。よし、危ねえ。よかった、ドゥーブ取りに行かなくて。で、これで、はい。90。いや、やっぱ残らないね。うわ、入学式前、まあ、玉露でもらえるからいいか。じゃあ、これで、はい。じゃこれで、はい。受験シーズン突入ということで。いや、ちょうど多分3年くらい経ったんじゃないかな。まあ、実質。で、これで、はい。いや、これで、はい、並びましたね。蓬莱、全コンプリート。ふぅ、じゃ、これでもう多分、次、こんな動画上げるとしたら多分、一面運極とかになるのかな。いや、絶対やんないわ。いや、これ作るのに、こそこそやって、1ヶ月ぐらいかかったもんね。空いた時間見繕ってやるの。なんで、まあ、多分一面運極はやらないかな。はい。じゃあこれで終わります。ごきげんよう。